バタヤンとあとおけいちゃんとかあの昔あのビラ配りとかをしてたんだけどその南高でその時にもう毎回手伝いに来てくれてはってもうあの だから出させてくれよっていうオーラがねすごくありましてでもあのずーっともう皆勤賞ですよねはい多分一番出てくれてはると思いますはい本当にありがとうございますもうはいまた次回もね南高やりますんでぜひぜひ応募してもうて、はい、もうオラでもう OK しておきますじゃあ、はい、でもね、落とせへんじゃないですか、はい、レックスは落とせないですからね、はい、だからもうあの動画とか、適当な動画でいいんですよ中行くんだ映像ね、怒らせたじゃあ行きましょうなかなかね、信号がもう。友達はみんなが
たり机にしがみついたりヘコヘコしたり分かってねってどうやって願ってまた持ってくのかいい加減にしろさっきんだいを演劇をってとどめを見舞うぜ明日金返せよ明日金返せよ明日金返せよ明日金なんでしょう Thank you!
ドラマとボーカルが多いんですよ。で、コロコロ変わっていく感じの番組なんですよ。はい、では、まあ、皆さんのね、知ってる、なんでどういうことなんですか。銀河鉄道39をちょっとね、やりたいと思います。はい、よろしくお願いします。僕は普段楽器を弾きながら歌うもので、はい、手持ちぶさします。カラオケ的な感じでよろしくお願いします。さあ、僕がその顔を
の方が涼しいやん。怖いと思うよ。はい、次の曲はですね、はじめ人間の早川です。皆さん知ってます？知ってますよね。まあ、僕らの再放送世代なんで、今年から50なんで、まあ、の、まあ、作品の冒頭の、じゃなくて、エンディングの曲なんです。何でもない。何でもないけど、これね、ちょっと見たら、やつらの足音のバラードって意味わかるから、やつらの乾杯何でしてくれへんの？面白いとか、書いてるんですけど、はい。皆さん、多分ご存知だと思うんです。一緒に歌っていただけますか？ありがとうございます。よろしくお願いします。そう、担任教えてやった。いやいや。今やよ。出てきたからいい。出てきたからいい。急ぎ。いや、っていうか、結構巻いてるんで、のんびり。一瞬。仲良しやねんね。あ、上手じゃない。ファンもそうなんですよ。生まれた何が生まれた星がいるとし暗い宇宙に生まれた星には夜がありそして朝が訪れた何にもない大地にただ風が吹いてた大地に晴れ日が生え海には何もないとが生まれた雲が流れ時が流れた Brontosaurus が転び、イグアノドンが生えた。何にもない夜空にただ雲が流れた。もう一回一番繰り返しますんで、一緒に歌ってください。よろしくお願いします。生まれた星が一つ暗い地に生まれた星は夜だりそして朝が訪れた何にもない大地にただ
風が吹いてた吹いてた吹いてた。ありがとうございました。もう今日も俺も美味しくしてないからな。知らんけど、ビールだね。なんだかんだ言って最後のなんだかんだ言って最後の曲らしいです。でもね、一応最後の曲に一応なんて言うの、赤ちゃんこれが全部の事情にこれでほら、仕込みは大丈夫やね。仕込みは大丈夫やね。こんだけ腕分からへんかったらどういうとこやろ。この辺のさ、さあ皆さん乗ってくださいよ。乗ってくださいね。ドレミアツやから。大丈夫、この音は大丈夫。あまり、あ、池田さんが俺を見てくれますよ。池田さんに皆さん注目してくださいヤングマンです。Yeah.
から4時まで、ご視聴ください。一応最後に、アンコール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 やらせていただきます。の枠だが、ドラム、ドラムとボーカリストが多いので、キーボードいないこれ違うよ。最後はあのね、あの僕ら世代の人は必ず知ってるという曲を、ね、関係ないんか、はい、誰かと思えたら山ちゃん止まりねか。今日はありがとうございます。4人ありがとうございました。この後は、ね、あの2つバンド、まあ、ラストはビートレックス。今日ビートレックスは全部あのビートルズビートルズじゃなかったビートルズやらかったでも、いや、バタヤン前歌謡曲あのツイストやってたよね、あの引き金とか動画見たもん、あのそういうのもね、はい、ラストいきましょうか。こう言ってジョージャのコーラスから今日はあの感じして声があまてへんんですけど頑張ってください。はい、そんな膝が優しい愛じゃ
愛したくないの